マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-5=4 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は14+5=19となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5×8=40となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-7=1+1=2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は63÷7=18-9=9となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は16-11=5=5となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。